子どもたちのアイデアが詰まった料理の完成です。とんち話で知られる臼杵市野津町のキッチョムさんを知ってもらい、想像力を養ってもらおうと料理教室が開かれました。園児8人が自分で選んだ野菜を使って料理に挑戦。ゼリーが乗ったサラダやお菓子を衣として使ったコロッケなど、キッチョムさんも顔負けのアイデア光る料理9品です。楽しかった。食べてみてどうでしたか？美味しかった。ポテトサラダ。何の野菜を使いましたか？キュウリと、あとはキャベツ。楽しかった。子どもたちの考えが入ったお料理ができたことがやっぱ一番嬉しかったですね。園では野菜の栽培もしながら食育を続けたいとしています。